ヤクルトとしては、首位はほぼもう決まりやねそんなに一生懸命勝たんでも多分ええんちゃうかなって、ちょっと、ちょっとそれを感じる部分があって、サンタナのところで左バッター、若手がなんかが出し、そのままサンタに打たしたら、どう点が入る可能性あったのに、そこでなんであえて若手の左バッターに変えたんか。で、変えたところで怖さするんやったら分かるよ。でもせい普通に打たすの。普通に打たすんやったらサンタナに普通に打たした方が、その方がヤクルトにとっては得点に、なんでそんな、 わわざわざ台田を送ってそんなことすんのかなってヤクルトはもうこの試合も台風も来てるしなと今日は終わってそんなに勝利にはこだわらんと、まあ、村上があとホームランを打たすような環境だけでちょっとだけそういう高津監督に雰囲気がちょっと感じるで野さん買ってくださいねってこういうようなちょっとそういうエールを送ってくれたのかなと思ってそれでも阪神が勝てないっていうところがさすが阪神ちょっとだけそういう雰囲気が漂ったという話ですあくまで憶測もうそうあくまで憶測でこんなもん